はい、皆さんこんにちは。想像力アップコーチング山上でございます。どうぞよろしくお願いします。12月1回目です。いよいよ師走、先生が忙しいという季節になりましたけども、まあ、私は年がら年中忙しいんで、12月であろうが1月であろうが関係なく飛び回っているんですけれども、まあ、今回ねちょっといろいろ本当に11月にはですねトピックスがいっぱいあって、どこからお話したらいいかなと思ったんですが、もう、まあ、とりあえずビッグトピックスからちょっとお話したいと思います。実は先日11月の25日に開催された第15回ホンダ子どもアイディアコンテスト最終審査会において、子どもアイデア学校の子ども2人が駒を進めることができました。まあ何回もお話しているように、一次審査っていうのは未来にあったらいいなっていうものをテーマにアイデアスケッチに書くわけですけれども、そのアイデアスケッチ実は今回、全国から、過去最多の6309作品が集まったそうです。まあ、その中から、ファイナリスト、つまり最終審査に、駒を進めたのが28作品、28人でした。低学年の部14人、高学年の子14人。で、その中でうちの子は、高学年の部に2人選出されたわけです。で、何がビッグトピックスかっていう話をしようと思うんですけども、ちょっと持たせていますね。このコンテストはですね、皆さんご存知ですかね、脳科学者の茂木健一郎さんが委員長を務めていらっしゃって、まあ、その他ゲスト審査員、さらにホンダの中から役員さんが審査員を務めます。で、この審査の模様っていうのをちょっと後でお見せしたいなとは思うんですけれども、アイデアスケッチっていうのが当然その今言った全国から数多く寄せられるんですけれども、その寄せられた中から28人に絞るためにホンダの従業員60名がみんなで審査をするそうです。で、その中で残った28人が東京青山本社の1階ウェルカムプラザで、その立体作品をもとに、プレゼンテーション、2分間のプレゼンテーションをするわけです。で、そのファイナリストが、まあ、入賞者って言われるわけですけども、その他に、アイデア賞候補というものがあります。これは俗に言う辞典ですね。要は28人に入れなかったけれども、そのまあ良かったよという人が約100人ぐらい選ばれるというふうに以前聞いたことがあるんですけども、その100人の子が同じように立体作品を作って、写真で提出したらアイデア賞が確定するということなんですけれども、うちの子たちの中からこのファイナリスト入賞者2人以外にも6人の子がアイデア賞候補になりました。で、ご存知のように私のこの子どもアイデア学校では、これを想像力アップ講座コンチャレコンテストチャレンジという形で、通った子も通らなかった子も一緒になって立体作品を作っています。つまり、ここに通っている子はほぼ、その立体作品を作っているのでアイデア賞が確定しているということになります。はい、そろそろそのビッグトピックスの内容に話を進めていきたいと思うんですけれども、まあ、先ほど言ったようにね、結構
今年はそういった意味ではですね、混戦でした。だってね、全国から6300の応募総数から選ばれし28人のものですから、相当皆さん気合が入っています。で、どういう賞が得られるかというと、最高峰が最優秀賞、これが高学年の部、低学年の部1人ずつです。で、2位が優秀賞、これは低学年の部、高学年の部から2人ずつ選出されます。で、その他に、審査員がとっても良かったよっていうのが審査員特別賞、今年は4作品選ばれていました。プラス去年からスタートしたその出場者の子どもたちが自ら人気投票を続ける、つまり自分以外に良かったよっていう作品に、票を投じるんですけれども、これがキッズ大賞と言います。ということで、28人のプレゼンテーションが終わって、アッシモの賞があったりした後、1時間後に審査員がまた集結して、いよいよ審査発表になるわけですけれども、まず最初にキッズ大賞からでした。で、ドラムが鳴るというかね、ドロロロロロロジャン、4番大橋亮太さんというアナウンスが聞こえました。正直言って私は落胆しました。なぜか、それは最優秀賞が取れるんではないかなっていう淡い期待を寄せていたからです。で、過去2つの受賞っていうのは前例もありませんし、もうキッズ大賞で十分かなとも思いました。その後、審査員特別賞の発表、さらに優秀賞の発表というふうにいくわけですけども、審査員特別賞がの時だったかその後だったか、ちょっともう舞い上がってて覚えていないんですけれども、審査委員長の茂木健一郎さんからちょっと含みのある言葉が出てきたんですね。どういう言葉、あとやっぱり審査員特別賞の後やったかな、どういう言葉だったかというと、今までで、賞をもらっている子たち、油断するなよ、もしかしたらみたいな、なんかね、そういうニュアンスのことを言われたんですね。で、私のもう頭の中はですね、それってもしかしたらダブル受賞もある、ない、どういう真意だったんだろう、そういうふうに、多少の期待感を持ちながら、そう、その後で、優秀賞の発表があって、各部から2人ずつ、残念ながらうちのその2人の子供の名前はそこにはありませんでした。残念だなって。過去3年間で、4人の子がファイナリストになり、その4人の子が全て全国にその優秀賞に輝いたものですから、今年は連続が途切れてしまったな、そういうふうに思いました。実際ですね、作品はさることながら、発表がやっぱ素晴らしいんですよね。プレゼンテーションを相当練習してきたと思います、みんなね。そういうことで、私は
残念、まあ、そういうふうに思っていました。で、次低学年の部最優秀賞はドゥルルルッと丸丸さん。さあ最後茂木健一郎さんがじゃあ最後の発表になりました。最優秀賞、あ、高学年の部最優秀賞はドゥルルじゃん、4番大橋亮太さん、食べて病気を治すハンバガンバ、おめでとうございます。もうね、正直言って、涙が溢れ、出しました。悲願だった最優秀賞、もちろん1位を取ることを目指して、それが目的ではないです。2つの想像力を引き出すためにみんなで作ってきたコンテスト、チャレンジ。ただ先ほど言ったように過去3年間ずっと全国2位だったわけですよね。で今回、亮太はまあその私の思いも含めて6309人の頂点に立つことができました。もうお母さんも大喜びされていました。今回私がなぜこの亮太の話を今日特集でやろうか、当然ビッグトピックスではあるんだけれども、私自体の思い入れが結実した瞬間だったと思います。それはなぜか、あんまりこういう言い方をしたくはないんですけれども、そういうファイナリストになると誰が一番頑張っちゃうかというと親さんなんですよね。うちの子が選ばれたということで、まあ子供をサポートしてもらう分は全然 OK なんだけども、親が頑張りすぎて親が作って子供をおざなりにする、そういうケースがまあまああります。今回も特に低学年の部は顕著でした。まあ、正直言って私の活動で小学1年生の子とか2年生の子をいろんなものづくりをさせてますけれども、ハサミの使い方もろくにできない子が大半です。うちに通っている子はやっぱものづくりが好きだというものの、まあ、残念ながら1年からテキバキとハサミを使い、カッターを使い、グルーガンを使いなんていう子はいません。もうやっぱ訓練をしてようやく3年ぐらいになって、綺麗なものが作れると思うんですよね。でも、まあ、今回の、まあ、1年生から3年生やっぱり3年生の子が多かったんですけども、1年生の子の作品見てそりゃないだろうっていうような作品がですね結構あるわけですよね。つまりこんな綺麗に作れるわけがない、もう親さんが作ってるっていうのはもう丸分かりなんですよね。まあそれでもね、まあ、親子で賞をまあ、ファイナリストになったということを、まあ、喜んでね、みんなで作り上げる、まあ、そういう目的も一つありかなって思います。でそれからコミュニケーションが、家族内のコミュニケーションが図られていったり、すごくいいなとは思うんです。でも一方でね、子供がペットの犬のように親から仕込まれて単に、まあ、発表するだけではちょっと違うなと。それともう一個気になったのが、やはりそのプレゼンテーションという名で最終審査に臨むわけですけれども、
パフォーマンス賞の子が結構いたなっていうのもちょっと一つの感想なんですね。つまりね、プレゼンテーションっていうのはその考えをもとにそれがどういう過程で、それができて将来これが本当にできたらどうあるべきかっていう提言をする場だと思うんです。でも、まああんまりこう否定的なことは言いたくないけども、もう明らかにこう役者やのっていう、まあ、そういう子が目立ったのも一つです。まあ、そこでね、ちょっと先ほど言いかけたのが、今回特にこの4月から桑名駅前キャンパスと鈴鹿教室を持つことによって平日に想像力アップ講座を開設することができました。で、それも含めてこの2人ともその想像力アップ講座を受講をしてくれています。で、通った時に2人の親さんに伝えたのは、家で作るべからず、お母さんが手伝うべからず、子どもの能力を引き出すために私に預けてほしい、つまり手出しと口出しはするな、そんな偉そうな言い方をしました。だって先ほど言ったように、何のためにっていうのは子どものためになんですよね。子どもが、想像力豊かな発想でアイデアスケッチを書き、その想像力を駆使して今度はクリエーションの作る想像力を念頭に置いてものを作り出すわけです。当然作り方もわからない、技術もない中でものを形にしていかなきゃいけない。これはね、子どもにとっては非常に大変なことです。だから私たちは子どもの考えている発想力を形にするために、例えば動く工作の担当をしている、先生にお願いして、それをどう動かせばいいかとか、私で言うとその亮太が考えたものを2分間の中でどれだけベストパフォーマンスできるか、まあ、そういうことで、考えていきました。まあ、当然ね、もう一人の子も頑張っていたんですけども、まあ、今回はあえて亮太にスポットを当ててお話をしますけれども、まあ、彼は非常にやる気の満ち溢れた子供でした。で、先日メーテレのアップの特集コーナーでもリーダーを務めてめちゃくちゃかっこよく、ちっちゃい子たちにも指示をしていた、そういう子なんですけれども、何が素晴らしいかというと、人の話はちゃんと聞くし、自分はこうしたいんだっていうのをしっかりと伝えてくれます。だから例えば、レタス型のノコギリ丸ノコを動かしたい、じゃあどうやって動かすか、やっぱりギュイーンと、こう回った方がいいよね、まあ、そんな風な意見を言ってくれて、じゃあどうやって回そうか、そこにはうちはそういう工作の先生がいるから、じゃあここにモーターをつけよう、でもモーターをつけて回るけれども、でもその前に、こうパン型の、ライド、これまあ後でちょっと写真なんかも見てもらいますけれども、目がついていてカメラとライトになって、で、悪いところを探すんですけれども、当然こっち向いたらこっちの目が光り、こっち側向いたらこっち側の目が光りみたいな、そういうギミックをつけようと。で、それプラス自走してその秒速に行くから、そのハンバガンバ自体が動かなきゃいけないんですよね。
まあ、そのためにはいろんな要素が必要になってきます。歩く要素、回す要素、でさらに移植する肉をハンバーグに見立てて、それをロボットアームが掴む、でそれを切り立ったところに移植する、で薬はトマト型の薬を塗る、で最後にチーズ型の絆創膏を貼る。それを胃袋なのかな、やらなきゃいけないと。まあ本当にね、映像を見てもらったは分かりますけども、いろんな動き要素があります。で最初は大きなハンバーガーを口の中に入れた瞬間、このハンバーガンバが小さくになってナノロボットになって食道を通っていく、これも表現しなきゃいけない。まあ、そういうことを考えると、もうものづくりだけじゃなくって、もうシナリオからプレゼンまで、全てにわたってコンプリート、完成させていかなきゃいけないんですよね。それを2ヶ月間という短い時間の中で彼はやり通しました。それではですね、ちょっと今から一連の、当日の動画を収録してきたので、それを見ていただきたいと思います。どうぞ。続いてエントリーナンバー4番、作品名食べて病気を治すハンバランバ、三重県小学校5年生大橋良沙君の作品発表です。いらっしゃいませ。おすすめのメニューは食べて病気を治すハンバガンバです。ハンバガンバを食べると小さくなって病気のところへ行ってくれます。日に到着しました。最後にチーズ型絆創膏を貼って悪い菌が入らないようにします。このようにしてハンバガンバが手術をしてくれます。飲んで怪我を治すブリピアンもセットでいかがでしょうか。これで食べて状況を治すハンバガンバの発表を終わります。ありがとうございました。まず作品がすごい分かりやすくプレゼンしてくださって見ててとっても楽しかったです。で素材がこう食べ物 の素材に近づけられるようにすごく素材をたくさん選んだと思うんですけど、どんなところからヒントを得て動きを作ったんですか。
と僕がいつも行っているハンバーガー屋さんがあって、そこに食べに行って、でそれを見てこんなロボットがあればいいなと思いました。すごい素敵でしたね。機械とかの仕組みもたくさん使ってると思うんですけど、授業とか何かで機械について学んだんですか？いや、そういうものをなんか作ったりするのが好きで、そういうものを作っていて、でそれでそういうものを使って動かして。素晴らしいですね。とても見ていて可愛い作品でした。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうかね。ダブル受賞ということで本当に私は嬉しかったです。まあこういうことも含めて、子どもアイデア学校に興味を持ってる皆さん、ぜひ見に来てください。お願いします。ありがとうございました。